高木刑事は日本のシステムエンジニアである千葉県出身。1991年にサザエさんじゃんけんが開始されてからじゃんけんでサザエさんが出す手を分析し続けている。サザエさんじゃんけんでサザエさんが出す手を長年分析し続ける人物。自称サザエさんじゃんけん研究所所長。2019年のサザエさんじゃんけんでの勝率は85%。 飲み会に行くときは、じゃんけんの手を事前に宣言しておく。AB 日本経済新聞社、日経 BP 社、サザエさんじゃんけんコーナー、データ分析士予想エンタメ、日経スタイル、日経スタイル、2020年11月1日閲覧。飯山光。48歳、SE 男性サザエさんと、じゃんけん25年に一度も欠かさぬわけ。ニュースポストセブン。 https://www.news-postseven.com <cues> <write society> <見> <nói> スラッシュアーカイブスラッシュ 20161120467699html ディテール2021年10月17日閲覧。ab 野口美奈子サザイさんじゃんけん戦いを挑み続ける男27年の研究。 勝率は withnews.jp 2020年7月12日閲覧サザエ3じゃんけん研究所さんはツイッターを利用しています mobile.twitter.com 2020年7月12日閲覧高木刑事サザエ3じゃんけん研究所所長の経歴や画像は勝率はなんと85.0%山中のニュース速報 山中のニュース速報。2020年11月1日閲覧。ありがとうございます。